今日は箸という字を書いてみましょう。まず一画目は左上のマスの中に少し右上がりの横画を書きます。二画目は一画目の2対1ぐらいのこの辺りを通る縦画を書きます。最後止めます。三画目は1画目と2画目の交わったところ、ここからあまり長くない左払いを書きます。4画目は1画目と2画目の交わったところ、ここから点を書きます。この書き終わりは1画目の書き終わりよりも右に出ないように止めましょう。5画目はこちら側にできたスペースの上の方、ここになるべく寝かせた左払いを書きます。6画目はこの辺りから横画を書きます。7画目は5画目に触れて6画目を通って左払いします。8画目はここ6画目と7画目の交わったところ、ここから右払いします。9画目はここに空いたスペースのこの辺りに短めの縦画を書きます。10画目は9画目の書き始めと同じ位置から始まって右に進んで降りていきます。11画目は9画目と10画目の書き終わりを結びます。12画目はこの辺りから縦画を書きます。書き終わりは木偏の書き終わりとほぼ揃えましょう。13画目は12画目の書き始めと同じ位置から始まって右に進んで右払いのこの辺りまで来たら折れ曲がっていきます。で最後跳ね上げます。14画目はこの空いたスペースのこちら側に短い縦画を書きます。15画目は14画目の書き始めと同じ位置から始まって右に進んで折れ曲がっていきます。16画目は14画目と15画目を結びます。ポイントとしてはとても画数が多い字なので、特に作りの方はそれぞれがあまり大きくなりすぎないようにどの画も短めに書いて小さめに書いて心がけをするとちゃんとはまった木偏と作りのバランスが取れた字になっていくと思われます。で木偏は1画目の書き終わりに壁を作って4画目がこの壁よりも右に出ないように書いていくことと、この木偏この
壁に対して半円を描いたこの中に収めていくとよりかっこいい木片になります。でこの壁を作りましたけれども、こちらの作りの方の払いなどはこういうところにスポット余白の間にスポット入れていくと木片と作りがバラバラにならず一つにまとまった字に書いていくことができます。あとはこれ、5画目のこの払いをなるべく寝かせるように書いていくと、ここにだんだんこう詰めて書いていくことができるので、まずここの一番上の角をなるべくぺたんこに払っていくように心がけて書いてみましょう。で最後はここに余白ができるとかっこいいですね。でここの最後は木片のところと最後のところがこうつら位置になるとよりバランスの取れた端になるでしょう。